朝の訪問。今朝は演劇評論家の大西重隆さんに、今年米寿の祝いを迎えられました文楽の吉田文五郎さんを訪ねていただきます。おはようございます。おはようございます。今年はお師匠の88米寿のお祝いにあたるそうで、はい、ありがとう、もおめでたいと思っておりますね、はい、お師匠のね、はい、心臓をね、はい、小松原先生がね、はい、お祝いの会がおましたやろ、はい、文楽の下の食堂で、ね、はい、我々もみんな寄してもろて、はい、あの時に小松原先生はね、はい、お師匠の心臓はね、はい、35、6の人の心臓や言ってありまして、はい、びっくりしました。 あ、 あの時のね、はい、お師匠さんがねお祝いの言葉を言わはりましたやろ、はい、あの時はちょうど学校の先生がね体操の号令かけてるような、はい、えらいしっかりしたね、はい、ご挨拶でね、我々もほんまに心強い思ってました。人形を使わる人はね、はい、足とね、それから手が、これは一番大切なもんだな、はい、あれはね、うん、足ではお師匠さんの足だっせ、はい、お師匠さんの手で出っせ、はい、これは世にも大切なもんやと思いますね。私はね、いろいろ先代私の師匠吉田玉造、はい、この人が亡くなるまで三尺の下駄をあの人は立着使い、はいはいはい、三尺の下駄を履いて、二重から降りたり上がったり、今日死ぬまでその高い下駄を履いて歩いておられます。なるほどね。でまたこれを履いて歩いて履きませんと、ただいまになってもそれが履いてませんなんだら歩けません。ああそうですか。でまあ私がこの大丸の北沢さん、声は出る、足は達者な、それで、その長生きができる、足は胃の管、声は出ん、とすると寿命が短いということ、ここの七八日前、私をお呼びになってそのお話があったのでございます。はい、はい、あのね御堂筋でもね、お師匠が杖はついてはりまっけんどな、あの自動車がたくさん通るところをね、どんどんお一人でね、渡っていくはるの見てびっくりする時おまんねん。もうお湯行くのもな、そういう時はなるだけ慌てません。でまあ自動車は向こうに通って、行こうとするとあの横にこう来る自動車、あれがもう誠に危ないのです。それにつきまして、道歩きましても、向こうより後を見て歩きます。なるほどね。大切にしてもらわないとね。ほいで何ですか、このお師匠の歯はね、入れ歯だっか。はあ、私は入れ歯も何にもない。ああ、元のまま。ああなるほど ね、 ね、入れ歯は何にもありません。ほいでこれは朝の用事使うばかしじゃない、ご飯食べる、夜の熱しな歯を磨いて、裏も表もそうして寝ます。ご飯を食べて寝ますと歯の間にその何が溜まりますと、高熱、その高熱がために皆歯を痛めます。あ、そうでっか。私は子供の自分から歯を磨き、歯の裏を磨き、今日までももうご飯食べたら買ってもといて、裏表の歯を磨いて寝ますのでございます。ああそうですか、はい、それでお師匠の88まで長生きしてはんのにね、みんなあやかりたいちゅう人もたくさんおましょって、お師匠さんのその養生の仕方をね、今聞いたらですね、みんなまたねお師匠の方法をまたやってたんな、長生きしようと思う人もたくさんあるやろと思います、みんないろいろね。私にねお医者さんがな、どういうものを食べてる、おっしゃるけど、私は今日でもこの年取ってましても、病気がない時は朝は6時、日の長い時にはもう4時に起きております。あ、そうでっか。もうこの新月5月頃、それでそこら吐いたり吹いたり、水まいたり、それからご飯が7時ごろに食べますが、そのご飯はおかゆです。あ、そうでっか。年寄りまして、それがお茶碗にいっぱい
もうちょっと食べたいと思ったら半分、うんうん、それしか食べません。あ、そうですか。お腹減ったらまた半分でも食べますけど、うんうん、これが第一の一つのこのお腹の問題でございます。養生ですな、ね、これ、うん、固いもの、うん、こなれの悪いもの、うん、歯にも当てませんな、うん、食べません。なるほどね。これやぼんは夜を更けてから、うん、なるだけお腹にものを入れるとはいかん、うんうん、とお医者さんに聞いております、うん、あ、そうですか、はい、お酒は召しまっか。酒はね、うん、直に2杯、はあ、ビルもコップに1杯、うん、飲んでる時に、うん、私が病気があったがため、うんうん、そうしたら先生が、うん、お前のお腹のこの病気は子供の自分に怪我をした病気やよって、うんうんうん、酒とビール、うん、タコとイカ、うん、これだけ報じるとおっしゃって、はあはあ、今日までも食べません、うん、ええ、昔からお飲みになりませんでした。昔からもエロ飲みません。ああ、その通りですね。また甘党だっか。この間奥さんと法善寺の、はい、昔法善寺におました病棟前菜へ、はいはいはい、奥さんと一緒に行けはりました。そうで、これがまだ古いことです、これがね、うん、この病棟前菜、表に法善寺のこう入っていきますと、南側に中の芝居のちょうど裏べりです、夫婦善哉、それが団子を2つ入れて、それでお茶碗2つ持ってくる夫婦善哉、それが五輪です。五輪、なるほどね。それでこの間、うん、震災バスを通りましたら夫婦善哉がある、うん、これは昔珍しい、いっぺん入ろうと思って入りました、はい、ただいまの家内と入って食べて、うん、お金払おうと思ったら60円、うん、もう二人がびっくりして、はい、片っ端は年若いで分かりませんが、はいはい、私はもうそれを五輪から60円、うん、びっくりしてね、うん、もうそこの角もよう通らんぐらいでそうだっか、はい、だから昔とね、今とはだいぶ変わってますわな、いろんなことに。そうです、これと変わってます、ね、それはね、うん、私がこの先代玉造さんの門下の自分に夜分お供するときに提灯に火を持って前に持って参りまする、とお前は提灯で足が見える、肝心お城のご主人が足が見える、師匠さんはそういう提灯の持ちようでは舞台がいかん、お前が向こう行けば右の手に持ったら、わしの足とお前の横と見えるように提灯を持って歩け、というそういうこと、すべて下駄を脱いだら、どういうことに下駄を脱ぐ、履くのはどう履く、ということまでずっと下のすることを見直せていただきます。あ、そうですか、今はそれはございません、なるほど、ね、言うても習いません。あ、そうですか、その時と今と時勢が違う、こう言いますから。あ、そうですか、もうそれに応じても何にも申しません。一生懸命に働かないかん時ですよね。文楽が続くということはやっぱり後の若い人がどんどん出てくれやなきゃ、その人たちがよう勉強してくれなきゃ、お師匠さんの言うことは。じゃあそれで信用が悪い、うん、実機に頭に手かけられます、足で蹴られます、昔は厳しおましたよね、じゃあ今は使う人が頭下げて、使われる人がたんたたったなりですわ。あ、そんだけ自信が違ってきた。教えてもらう人が威張って、で教えぬるお師匠の方が頭を下げまんのか、頼みながらやりまんねんな。そうせんと今は人は命ません。あ、そうでっか、その代わり細かい、私らの修行のすること、今知ってる人は少ない。なるほどね、それを言うと時勢が違うと言われるで、もう何にも申しません。そうでっか、なかなかこの話をしだしますとな、1時間のようかかります、この修行の話は。なかなか難しい、お師匠さん、これね、こんだけ長生きしていただきましたな、その年のうちでですな、非常に嬉しかったことっていうのはどんなことだ。嬉しかったというのは、私は15歳の暮れから
明治16年の正月、うん、松島文楽座より働いてな、うん、今日まで73年のうち、明けて88歳長生きをしてお祝いを皆様にいただいて働かしてこけら落としの文楽、うんうん、もう何よりかよりこれほど嬉しいことはないのでございます、うん、でお師匠さん、あの東京のね、お天使さんのとこへね、お呼ばれに行かはったこともして、それはね、芸術院会員になられましたね、うん、昭和24年4月の1日、うん、文部省よりいただきまして、その年の10月の21日、御梅職に呼ばれまして、両陛下にいろいろ説明も聞きまして、林は耳が遠ございますと申しましたら、そんならその人形を持って説明せよと、人形を持って説明をいたしました。光栄なことだな、うん、陛下様がお喜びで帰ろうと思いましたら、奥からお姫様がお呼びになる、宮さんの秀殿下でな、宮様で文五郎さん、文五郎さん、皇后さんがちょっと待ってください、そこで20分ほど待っておりましたら、どうぞこちらへ来て人形の説明ということになりました。それが皇后様のお姫に連れて行かれました。それが私もお姫がどこやら分かりません。日光の日暮らしの門より、なかなか立派なとこやから、ね、まずこの芸術会員いただいた中に、皇后様の今いたのが私一人しかないのだ。それでそこで説明をいたしましたら、お喜びになって、長年よって長生きをしてくださいと。